南洋ンタは、軟骨四つな飛び栄木、糸巻栄海と巻栄属に分類されるイ。最大胎盤幅 550cm。トル。鱗は、先頭が一つだけで密集しない。胎盤の表面には、可動部を除いて、溝状の構造が見られない。胎盤背面の白色斑の前縁は、後列に対し平行ではなく、正中部が後方へ向かう。後列の周辺は白い。 歯は細長く密集せず互いに接しない。以前は、オニート巻エのシノニムとされ、オニート巻エのみで、オニート巻エ属マンタを構成するとされていた。2009年に、携帯からシノニムとされていた、マンタアルフレディを復活する説が提唱された。2010年に本種及びエムバイローストリスはどちらも日本近海で確認例があること。 日本国内の3施設で飼育されていたオニートマケ系類発糖がすべて本種であることが判明し、本種に対する和名として南洋マンタが提唱された。2017年に発表されたミトコンドリア DNA と核 DNA の分子系統解析では、イトマ系属がオニートマ系属を含まない偽系統群という解析結果が得られたたため、イトマ系属に オニートマキエイ族を含む説が提唱された。食用とされたり、比較が利用されることもある。エライタが漢方薬になると信じられていることもある。食用や薬用目的の漁業、漁業による混獲などにより、生息数は減少している。沿岸開発による養魚の生育場所の破壊、海洋汚染、原油流出、船舶との衝突、気候変動などによる影響も懸念されている。 2013年に、オニートマケ続単位で、ワシントン条約付属書通に掲載されている。ありがとうございます。